パンダマのラジオ、訳してダマラジオ、始まりました。第52回目はい、というわけで久々になってしまいましたダマラジオ、皆さんお元気ですか？私は元気でございます。早速ですがね、炭酸水をいただきます。おいしい。もうね、炭酸水私ケース買いしてるんですけど、炭酸水に出会ったのはですね、大学生の時かな。お風呂上がりに飲んだ炭酸水が美味しくて、そっからハマりました。で、炭酸水って炭酸だけどさ、無味無臭でさ、ゼロカロリーじゃない、全てが。でお腹にもたまるし、これはね、多分無駄な、なんて言うんだろうな、間食とかも抑えてくれる気がしてる。会社でも例えば飲みすぎた翌日、二日酔いだったりとかの時って無性にさ、こう食欲が湧いたりするじゃない。そういう時は私炭酸水で過ごしたりしてます。はい、あとポカリね。どんだけ飲んでんだよっつって。はい、さあ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 、でですね、今まで全部の質問に答えてたんですけれども、この間のダマラジオかな、もっと私の話が聞きたいっていうのを、ご意見としていただきまして、そのダマラジオで質問を答えてる中で、なんて言うんだろうな、によりのものは、確かに多いなと思って、こう長い間恋愛できてないとか、あと久々に恋をしたけどどうしたらいいとか、不倫とか、そういう感じでいろいろあるので、もっとじゃあ効率よくね、効率よくって言ったらあれだけど、もうちょっと聞いてる側も分かりやすいようにした方がいいなと思って、こうテーマを決めようかなみたいな。まずはそう、私自身のことを話して、後それに付随するというか、関連性のあるものがあればその質問をピックしたり、なければ3つくらいピックして、その中でこう話を広げながら、質問をいただいてる質問にもちゃんと触れられるようにっていう、ちょっとなんだろうね、こう一個一個質問を返したいのは山々なんだけど、聞いてる方も大変なのかなっていうのを正直それで感じてまして、そう、それでやってみようかなって思っております。はい、でそうなるとですね、じゃあ何話そうかなってすごいなるんですけど、あ、今着てるのはですね、これマジの着る毛布です。はい、以前動画でご紹介してるので、気になってる人はぜひ見てみてください。そうで、何を喋ろうかなってすごい悩んだんですけど、この間最後に更新してあるのが、仕事関連の仕事のことをひたすら語ってる動画を上げたんですね。で、それが思いのほかいろんな質問というかコメントが来て、私自身は思ったことを口に言えるタイプで、でも言えないっていうコメントもあったりして、私と同様言うっていう人もいて、いろいろな意見があると思うんですけど、ただそのコメントを見てて全体的に思ったのが、言うのはいいと思うみたいな感じのコメントが結構あって、それってそうでもないよなって思うところがあるんですよ、私。確かに仕事で自分の意見を言えるっていうのはすごい大事だとも思う。ただそれは時と場合によって変わるというか、例えばダメなところを後輩があったとしてね、後輩にダメなところがあったとして、それを頭ごなしにこういろいろ注意するのも違うと思ってて、っていうのが私の考え方で、それを昔はなんて言うんだろうな、自分が気に入らないことは全部口に出して伝えてたんですよ。それがバイト移転、私が飛ばされたっていう事件があったんですけど、事件でもないけど、その社員さんと喧嘩しちゃってね、バイト先の居酒屋で、で翌週から違う店舗に行くようになったっていうことがありまして、それはこの間の動画をね見ていただければわかるかなって思うんですけれども、そうやって10代の時は過ごしてたけれども、じゃあいざ会社員になって社会人になって思うことは、やっぱ空気を読むことの大切さだったりとか、なんだろうな、自分の意見が通る場所と通らない場所もあるし、自分の意見を今ここで言った方がこう会議がね、こう円滑に進むだったり、逆に会議の妨げになるとかっていう風な、そういうなんか
時と場合によって自分の意見言わないってすごいいいか悪いかがすごく出てくるなっていうから、一概に自分の意見が言えるのがいいとも思わないし、言えないのがいけないとも思わない。それが人それぞれの個性だし、こうやってね、私みたいに言う人がいて言わない人がいるから、こうバチコイバチコイしなかったりとか、あとは何よりも大事なのは相手の意見を受け止めること。こう10代の時と今私28歳になって一番違うことは、ワンクッション相手の意見を一回受け止めてからまた違うことを言えるようになったこと。これはね、ちょうど金曜日にちょうど会社の子とご飯食べに行った時に、その子からもう一個上の先輩なんだけど、まあ、超仲良くてすごい言われて、舞ちゃんは前までだったらこうやって言ってたのにこうやって言うようになって変わったよねっていうのをすごい褒めてもらって、あ、なんか自分でも気づかないうちにこうただの短期じゃなくなったのかなっていうのをすごい感じたんですよね。から、なんかこう言えなくて悩んでる人、こう自分の意見が言えなくて悩んでる人も言えるようになるのがいいとは一概には言えないなっていう。もちろんね、言った方がいいっていう場面は圧倒的にあると思う。ただ言わなくていいっていう場面も圧倒的にある。なんかそれはケースバイケースだから、今こういう時は言った方がよくて、こういう時は言っちゃダメっていうのはなんかこううまく例えは出てこないですけれども、あとなんか自分が入社して最初ついた上司がすごい、なんだろうな、自由にやらせてくれたのと、その中で私がミスした時に全力で守ってくれて、それは今私がこう人の上に立つ立場になった時に生かしてることですね。なんかその上司は私のいいところをすごい伸ばしてくれて、例えば入社1年目で最初店舗研修やって後本社に行ったっていう流れが、私新卒で入ってからの流れなんですけれども、そのなんだ、要はまあよく喋るキャラで、そんな私に向いてるのって数字をバンバン出してけじゃなくって、商談でどんどん話してってくれっていうのを最初に言われたんですね、本社に行って。でその時営業でいろんな他の、なんて言うんだろう、イオンモールとかララポートさんとかの商談にいつも私全部出てて、でその時にもうだんだん上司がさ、上司が話進めるんじゃなくて私が進めるようにどんどんやってってっていう感じで、そうやって上司が私の長所を伸ばしてってくれたから、今はもう商談とかもすごい喋れるようになってるし、そこでどんどんスキルが身についてったみたいな。でもとあるその後部署移動した後のにいた先輩は、私がやること全てその先輩と考えが違うと全部こう否定的に入ってきてて、なんかそれって正しい意見を言ってくれてんだけど、すごい私自身がストレスになっちゃって、からそのやり方は自分が後輩にはするのはやめようと思って、今の部署では後輩が間違ってでも最初はやらせてみる、でこうやらせて最後までこう失敗でいっちゃうと、こっちも後でのね、なんだ、フォローが大変になるから、ちょっとずつヒントを与えて、でその中で後輩がもがいてやっていくっていう方法にしてる、みたいな感じ。うまく伝わってんのかな分かんないけど、なんかそんな感じだから、なんだろう、人それぞれいいところ悪いところがあって、悪いところをこうフォローするよりか、私はいいところを伸ばした方がその人の強みとなって、どこの会社に行ってもどんな環境に行ってもそれってずっとその人の強みになると思うか、というかそういう感じで思っておりますので、こう意見が言えないから、ああ私なんてとかじゃなくて、意見が言えるから自分は偉いとかでもなくて、そうやって自分の強みを持ちつつ、なんかこうできることで120% 戦えてったらいいんじゃないかなと。うまくまとまってるかしらって思います。はい、なんかそれを言いたくて今言ってますね。でこれってね、仕事でもそうだけど、まあ、恋愛でもそうで、なんだろう、言える人ってすごいね、強いと思うよ強いと思うけど、
言えない優しさもあるし、こう、まあ、恋愛になるとなんて言うんだろうな、聞き上手か話し上手かの別れになるっていうか、多分そうやってズバズバ言う人、言えちゃう人は聞き上手な相手を持った方がいいと思うし、自分の意見をなかなか言えないって人は相手に共感する一言を話の会話でこううまく言うっていう、それがすごい強みだと思うしっていうね。なんかうまくまとまってんのかな、今自分で言っててもなんかさ、話がなんかちょっと振りすぎててちょっと伝わってるか分かんないけど、そうそんな風に思うわけですよ。まとめると、人それぞれ個性があるから、なんかそれは大事にした方がいいっていうのを個人的にはすごく思います。で、言えない人っていうか、そうあの、私こうやって仕事では言えるんだけど、逆に恋愛では言えなくなる場面があるんですよ。なんかそれはなんか、なんて言うんだろうな、まあ簡単に言うと、嫌われたらどうしようとか、なんだろう、関係が悪化したらどうしようと思ってためらっちゃう時とか、あとは直接もうなんか好きって言えない時とか、あと喧嘩した後とか、まあ、そういうなんか状況によって言えなくなる時はもちろんあります。いつでもどこでもバー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 言えるっていうタイプではない。なんか仕事だとね、もう結果こう、なんて言うんだろう、成果が欲しいし利益が欲しいし、だからそう考えるといくらでも言えちゃうんだけど、恋愛ってさ、答えなんてないしさ、人それぞれの、人対人のさ、このなんて言うんだろうね、一対一のなんかこうさね、なんか繊細なものじゃないですか、すごく。からなかなか言えないっていうことは結構ある。でもそういう時は私は手紙に書くようにしてて、まあね、めめしいでしょ、結構ね、そういうこともやるのよ。そう手紙にして自分の思ってることを伝えたりだとか、まあ、言えばいいだけの話なんだけど、言うのがなんか照れくさかったりもする時あるじゃないですか。そういう時は私は手紙を書く。から今までこう私がやってきたイベント、神玉関係のイベントはいつも手書きで一人一人にこうね、メッセージを書いてるんですよ。手紙を入れてて、あ、ダマチョコは去年できなかったんだ、何人来るか分かんなくて、だからこう一枚紙に書いたのをね、こうプリントして大量印刷っていう風にしたんですけれども、それ以外の個人のイベント今んとこまだ2回か、それでも2回か、2回今までの2回は全部こうお手紙をつけさせてもらってまして、それはなんか来てくれてる人に、今日は来てくれてありがとうございますっていうのをさ、直接その場でも言うんだけど、それだけだとなんか社交辞令でもできんじゃん、今日はどうもありがとうみたいな感じって言えるけど、なんかもっと私は本当に今こうやって動画を続けられてるのも、時間とお金をかけて会いに来てくれてる人にも、どうやったら私自身は普段の感謝を伝えられるのかなって思って、こうやっぱ古臭いこうアナログだけど手紙が一番だなと思ってこうやってるみたいな感じですね。そうね、なんか一人でこうやって語ってると、やっぱさ、コリとかさ、友達がいてくれるといろいろ話しやすいけど、こうやって一人で話してるとすごい難しい。そうね、コリとの動画で言うと、まあこの間すごい友達からさ連絡もらってさ、あと会社の人たちもさ、なんかすごいこの間の動画のコメント欄炎上してるけど大丈夫みたいに言われて、え、なんだろうと思ってパッて見たら、こうなんだ、いつもねこのアプリで見てるから、なんかこうコメント来た、コメントに対してどういうコメントが返信されてるかまで全然見てなかったんだけど、そこがパーってすごい盛り上がっちゃってて、びっくりしたのね。でもまあその原因を作ったのが私であり、私の編集であり、あの友達がこう彼女と別れてしまったっていう話をしまして、なんか私のせいで2人別れちゃったことがある、2組別れちゃったことがあるっていう話をしましてね、いつの話かもどういう状況で別れたのかも何も説明してない中で、こう皆さんのこう想像だけでの話がこうバーって繰り広げられてて、ああこうやって捉えられるんだと思って、でもそれって普段の私からのイメージだし、この人たちを責めることはできないって思いつつ、別れさせるようなことを仕向けたとか、そういうの気遣えてないみたいな
感じに受け取るような、何もまあそこの部分は全部カットさせてもらってるんだけど、そうやって受け取っても仕方ないよなっていう感じでなってたから、まあ気になる人はコリトンの動画を見てもらえればわかるんだけど、ただ私はそのコメント欄を見て本当にそれこそすごく思ったのが、その私自身はその男友達とがね、彼女できたタイミングでもちろん連絡も控えるし、用がない限り控えるし、2人で会うなんてこれっぽっちもしないし、むしろしたくもないし、変な誤解されたくないからね。なんだけどやっぱ今の時代 SNS だったり、その時はまだ Facebook がすごかったから、 Facebook でさ、こうなんかタグ付けとかであるじゃないですか、そういうのだったりとか出てくるじゃん、友達バーって、そういうのとかでこう目つけられてたりとか、まあしょうがないよなって、うん、まあその彼女からしたら鼻についたんだろうなっていうのもありつつ、いやでもなんだよ、こっからは私がすごい思うことで、こうやってコメントしてる人たちもやっぱ嫉妬しちゃうのかなってすごい思ってて、私すごい嫉妬っていう感情とは無縁なんですよね。で、私がなんで嫉妬しないかっていうと、なんか自分自身は相手のこと好きだし、相手も自分のこと好きっていう底なしの自信から来るもので、からなんか女友達に嫉妬することもないし、もちろん2人で遊んでるとかが発覚したら嫉妬っていうか、それは不快だから、あんな遊ぶのって問い詰めることあるけど、でもなんか友達で、あ、すごい綺麗な子いるね、え、私も会いたいってなるし、だからその感情がすごい全然わからなくてっていう、今もうまく言えてるかな、まあこれはコリと今度ね話そうってなってて、なんか嫉妬について、そう、いろいろ話膨らませそうだねっていうので、しかもコリのそういう意見も聞きたいし、私のそういう意見も言いたいしっていうので、今度のコリとの動画を楽しみにしといてほしいんですが、これなんだろう、やっぱ嫉妬ってでも想像だったりとか、どっか自分に自信がないところから生まれちゃうのかなっていうのも同時に思いました。大丈夫これ今日のダマラジオ大丈夫かしら、不安になっちゃったわ。まあね、要はさっていうか、まあで、その別れちゃった理由は、その結局私とその友達がね、何もないっていうのがさ、何もないからこそ何も証明できなくて、2人で遊んだ証拠もないし、だって遊んでないからね。でもなんか彼女の方がもう私と友達であることがすごい深いみたいになっちゃって、もうずっとそれがなんかもうネックで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 、で結果それでなんかもう彼氏をどんどん疑うようになっちゃって、で疑われすぎて、まあ、なんかすごい関係がギクシャクして別れちゃったっていうのが一個と、本当にそうやって疑って俺を見てくれないっていうので振ったっていうのが、で原因はお前っていう風に直接言われたのが1個と、お前が原因で別れたっぽいよっていうので遠回しに言われたのが1個ひどい話だよね、お互い様だけど。なんか私もだからもう彼女ができたらね、友達に会わないようにするし、最初から会わないけど、いつも今まで以上になんかもういいねとかもう押さないもんね、怖いから。こんな感じだよね。でもやっぱね、相手を疑ったりするのって嫉妬とかもだけど、なんか自分で自分の首を結局絞めちゃうというか、まあ恋愛って難しいよね、って思いますした。はい、結構喋ったべ今、全然まとまりのない話でごめんなさいね。というわけで早速神玉の質問コーナー。このコーナーは神玉がツイッターのハッシュタグダマラジオ、または YouTube のコメント欄に来ているコメントにお返事していくコーナーでございます。さあ、どの質問を選ぼうかな。ででん、こんばんは、質問です。はい、21の大学生の彼に財布、キーケース、カードケース以外に何かプレゼントするとしたら何がいいと思いますか。服や靴にはこだわっていて、私にはわからないので変に手を出したくないです。プレゼントのネタがもうありません。提案いただけると嬉しいです。なるほどね、大学生の彼か。お財布とかあげられるなら、私だったらじゃあもう物じゃなくて思い出でプレゼントしたいかも。温泉とか旅行系、なんか
形には残んないけど、それこそ形は手紙とかにして、あと本当に彼の好きなブランドの T シャツとかを用意しといて、で思い出に残る温泉系とかディズニー宿泊とか、まあ男性って ディズニー宿泊そんな嬉しくないか、ちょっと分かんないけど、私だったらそうやって思い出系にするかな。皆さんはどうですか？今まで何あげたって言ったら全然思い出せないけど、なんだろうね、誕生日、あ、誕生日とかでもないのか、あ、でも誕生日だよね。なんだろうな、時計とかもうるさいのかな、こだわる人なのかな。過去に私は時計を、いや時計をあげたんじゃない、もらったんだ、時計めっちゃもらった時計めっちゃもらったとか言っていいか分かんないけど、基本私大きい時計が好きで、大学生の時に付き合ってた人から時計もらったでしょ、でそいつと別れて、その次の人の時も時計もらって、しかも私から指定するっていう、この時計が欲しいですみたいな、予算大丈夫ですかごめんなさいみたいな、これがどうしても欲しいんです、ね、自己中だよね、本当に自己中だと思う。でもやっぱ身につけるものってこだわる人ほど自分が欲しいもの欲しいってなっちゃうから、まあ、聞いちゃうっていう手もあるよね。だからあげるから、なんかこう身につけるものだからこうこだわってると思うから、どういうのが欲しいとか、どんなものだったら欲しいとか聞いちゃうのもありかもしれない。まあサプライズにはなんないけど、でももらえるだけで嬉しいし、プレゼントってとかもありだと思う。あと何あげた、何あげたんだろうね私。あ、でもそれこそ旅行もありましたよ。もうバイトしまくってお金貯めて行ったとかした、した、したかな。あとは全然覚えてないな。手料理振る舞うとかでも嬉しいと思うけど、学生だったら実家とかもありえんのかな。でも思い出プレゼントするのもいいかもしれないって思います。あ、次、ででん、はじめまして、はじめまして、大学2年の女子です。はい、神奈川さんの動画いつも楽しく見させていただいてます、ありがとうございます。質問です。ででん、何にモヤモヤしているのかわからないけど、そのモヤモヤをすべてリセットしたり切り替えたりして進みたいのですが、神田さんはそういう時どうやって切り替えてますか？なるほど。私は自分自身が整理できないことは一旦紙に全部箇条書きにする。今自分はこれさっきちょうどやってたんだけど、明日から私出張でやんなきゃいけないことが山ほどあったんで、でも何から片付ければいいんだろうってなって、いやもうとりあえず今やんなきゃいけないことを箇条書きにしようってバーって書いて、あ、これちょっと違うね、趣旨が違うなんかそう、でも気持ちとかも結構紙だったり、あのメモにバーって出していく。例えばこの人に何を伝えたいんだろうと思ったら、伝えたいことをバーってとりあえず書いてって、で、あっって思って、こう要は結論が出るっていうか、この人の場合今思ってることとりあえずバーって書いていくと、あ、多分ねバーって書いていくと、あ、こんだけのことでもうなんかいろいろあって私モヤモヤしてんだ、うわーって思ったら、もうその紙をポイって捨てて、もう明日から頑張ろうっていう、もう楽しいことを考えようみたいな感じで切り替える的な。伝わんねーでもね、なんでこうなっちゃうかっていうと、私基本寝ると忘れちゃうタイプで、本当に寝ると全部があのパーンって飛んじゃうのよ。だから嫌なことがあった翌日も寝てしまえば、あ、昨日なんかあったよね、なんかあったよね、でもまあいっかみたいな感じになっちゃう。でも紙に書くのは結構すっきりする。あ、私今こんなことで悩んでんだとかもわかると思うし、あ、意外と少ないじゃんとかもなると思うし、あとはやっぱ何か溜まってる時ほど出さないとダメだと思うから、それこそ泣ける系の映画見て思いっきり涙流すとか、あと友達と思いっきり笑うとか、何かを吐き出していく。やっぱストレス発散って吐き出さないとね、終わんないから。カラオケでめっちゃ歌うとかでもいいし、こう辛いよ、なんかうん、なんかモヤモヤするよっていうのを抱えるんじゃなくて、それを出す思いでこう行動してみるのがいいんじゃないですかね。その紙に書くのも要は出してるじゃんっていう感じ。ちょっとうまく答えられないですけど、そうやって思います。いや、これね、今ね、あのもう一個選ぼうって思って選ぼうとしてんだけどね、選べない選べないよ、選べないよ。
あ、選べないけどクロスバイク乗るなら任意保険は絶対に入ってくださいわ。大丈夫です、入りました。あ、ちょっと個人的にこの質問を返したいんですけど、初めてコメントします。神玉さんめちゃめちゃサバサバしてそうなのに、神玉さんに来る質問や相談は神玉さんと正反対そうな感じの重たい恋愛相談が多いのは何ででしょう。正味どう思ってますか。正味何も思ってないんだけど、今これを読んでて思うのが、なんか皆さんの中でサバサバっていうのをね、すごいコメント欄ですごいすごい見るんですよ。私サバサバなんじゃなくて、ただこう適当というか、それこそ仕事の時のようにパサって言えるから、なんて言うんだろうな、実際なんかそんなサバサバはしてなくてっていう本当の私の部分、こうなんだろうな、本当の私の部分、なんかなんだろう、サバサバって別に親にも言われたことないし、なんかコリとかはなんかダマミちゃんはって、コリは最近言うんだけど、ダマミちゃんはサバサバしてるけどちゃんとこういうところもあるから大丈夫っていう、こうなんか励ましの言葉を言ってくれる、なんだろうな、なんか別にサバサバしてるっていうのはすごい、なんだろう、私からしたら褒め言葉じゃなくて、からコリがそうやって言ってくれたんだけど、なんて言うんだろう なんか興味ないものは興味ないし、なんかちょっと冷めてる部分があるから、もしかしたらサバサバって思われるのかなって思って、私こうなんかこのダマラジオに来る質問に関してはバサってちゃんと自分が思うことをね、皆さんが本気で質問をくれてるから、それに対して本気で返そうって思うから、結構ストレートに言っちゃうからサバサバって言われるのかなとも思うんだけど、でもだからこそそうやってなんかすごい真剣に悩んでる人とかがこうやってネット上でね相談してくれんだなって思うし、からなんかこうどう思いますかって言われても、なんかそのなんだろう、皆さんが真剣に悩みを私に打ち明けてくれて嬉しいっていうのが一番。そうだからね、やっぱね選べないよね、この中から質問なんかねちょっとやっぱ決めたことなので、自分で決めたことだから、この中の最後の1個を選ぼうと思うんですけれども、恋愛ででん、神田さんのおかげで自分がどういう系統の服が好みなのかがだんだん分かるようになり、服を選ぶのが好きになりました。いつも楽しく動画見ています、ありがとうございます。神田さんは仕事など目標設定をきちんとされているイメージなんですが、何かノートなどに書き出したりまとめたりしていますか。目標を達成するための自分なりのルールや習慣があれば教えていただきたいです。4月から社会人になるということもあり、仕事が充実している女性に憧れます。目標設定は会社の、あのデスクに目標設定っていうか、まあ、うん、書いてある。目標設定なのか、何月何日までにこれ絶対決めるとかは書いてる。自分の携帯の iPhone のメモがすごい、私多分お金の使い方から月の給料とその内訳とを毎月書いてるページと、あと仕事でこれをやんなきゃいけない、これを絶対叶えたいっていうのを書いてる。パーって見せたくないんだよね見せたくないんだけど、パーって書いてあるんですよ。ここが私の仕事道具。なんか人間って忘れっぽいじゃないですか、からいくら頑張ってても忘れちゃうし、から私は次の日絶対やるべくマストなことは付箋に書いて、ノートパソコンのこのパカッて開いたピッの上のところに絶対忘れちゃいけないことは貼って帰ったりとか、逆に下の部分に今週中にやることとか貼ってたりとかしてる。目標設定はもう絶対しますね。でもね、言うてもそんな完璧な人間じゃないから全部は全部できないけど、あと会社のスケジュール帳、あの会社のこの誰が見ても私のスケジュールが分かる、あのスケジュール表があるんですけど、それにあの外部に見えないように、あの自分なりの設定でいろいろバーって書いたりしてます。あとね、最近は本当にやっぱモチベーションの意識の高い人と連絡を取るようにして常に情報を交換し合ってます。そうするとやっぱ頑張れるかなって思います。
新社会人頑張ってください。楽しいよ社会人。そうですね。あとなんだろうね、どの質問をピックしようかな。これでね、パンダマさんはじめまして、はじめまして、初めてコメントさせていただきます。いらっしゃいませ。曖昧なことでも自分の言葉で答えている姿を見て私も相談したくなりコメントすることにしました。ありがとうございます。私は26歳女です。社会人4年目で新卒で入った会社で働き続けているのですが、転職の多い業界でこの1月に4人目の同期が辞めました。その同期はよく飲み行ったりラーメン食べて帰る仲の男の子で、私からしたら仲のいい方の同期でした。新人の時同じような悩みがあって自然と飲みに行って愚痴を言い合うようになっていました。そんな同期が夢を追いかけて現在働いている東京から大阪に転職しました。送別会が終わった後、その同期と恋仲になりたかったかもとも思いました。面白いことを考えるのが得意で辛い時も笑わせてくれて、今後その機会が減ると思うととても寂しくなりました。私は恥ずかしながら26年間付き合った経験がなく、人を好きになるという感情もよく分かってません。この気持ちを伝えるべきか迷っています。これまでのフラッと連絡し、これまでのフラッと連絡し合える仲が壊れることは怖いし、実ったとしても遠距離恋愛になってしまいます。その同期はコミュ力が高く誰とでも仲良くなれて、今はいないようですが一緒に働いている間に彼女ができてたりしました。またよく飲みに行くといっても毎週のようにではなかったので、傍から見たら単に仲のいい同期という感じでした。伝えるべきだったらどんな手段で伝えたらいいと思いました。いいと思いますか？ファッとした相談でございません。長文失礼しました。仕事と YouTube などの活動との両立すごいと思います。動画楽しみにしていますが、無理のない範囲で頑張ってください。ありがとうございます。伝えていいんじゃないですか？そんだけ26年間彼氏がいないのは全然いいと思うけど、久々にそういう感情になれたのを大事にしてほしいと思います。した。私は。伝えるならばやっぱ直接会うのが一番気持ちは伝わるけど、まあ大阪行っちゃったってことだから、でも私だったら大阪行っちゃうかな行っちゃう。で、遠距離恋愛もお互いを信じれれば全然いいと思うんだよね。だから伝えずにずっと思ってて秘めとくよりかは伝えた方が相手も嬉しいし、その後仲がこう気まずくなるっていうのは、そこは大阪と東京ですごく時間と距離が解決してくれるというか、普通に毎日会ってるわけじゃないからさほど気まずくはなれないと思うし、まあ仲良かったのはこう告白して成功したらハッピーだけど、告白して失敗した時にこうハッピーじゃなくなるのはまあしょうがないよね。だからどっちを取りたいかじゃないですか、この人が。私は伝えてほしいなって思うけど、伝えるのがそのなんだ、伝えて関係が崩れることが嫌だっていう気持ちが勝つならば、その気持ちは秘めておくべきだと思うし、なんかもう告白して失敗しても仲良くいたいっていうのは、本当相手がまあコミュ力高いっていうならばそこは解消してくれるとも思うけど、そこまで最初の段階で望んでたら何も行動できないっていうふうに思う。やっぱね、恋愛はね、行動した人に訪れると思うんですよ。なんか他のコメントを見ても思うんですけど、失敗しちゃっても何もせずに気持ちだけ秘めといてる人よりかは、私はよく頑張ったって言ってなんかもうめっちゃなんだろうね、拍手だったり頭くしゃーだったりなんかしたくなるくらいかな。ちょうどツイッターでこう質問を返事した時に、恋愛ってどうしたらできると思いますかって来てて、いや本当それこそ行動した人のみに訪れるんじゃないかなって思って、そうやって返事したんだけど、好きな気持ちは伝えられて嬉しくない人いないし、その後の関係のことはまあそっからその後また考えればいいことだしっていう風に思うかなって思うんだ。なんか他の質問でもさ、そのアプローチこうなんか友達って言われちゃってアプローチしようか悩んでる。でもよ、友達っていう段階だとして、相手は友達っていう風に見てるっていうかもしれないけど、人間どんな時に感情が変わるか分かんないじゃないですか。からなんかそこで諦めるのも違うと思うし、まあ、それで本当に
自分自身、その人自身がもう気持ちが切り替えられるならば諦めていいと思うけど、私はその自分自身がスッキリするためにも相手に気持ちを伝えるっていう方法を取る、自分自身は。から、なんだろうな、告白って、まあ自分の気持ちを伝えるすごいドキドキすることだし、まあ、勇気のいることだけど、本当勇気を持って行動した人のみが次また前に進める気がするので、なんか自信がないとか、ダマラジオでよくね質問だったり相談をいただくけど、自信を持てるように、じゃあ日々本当にちっちゃな目標をねコツコツ立てて、それをクリアしてって、自分自身でそういうのが自信につながると思うし、そうやってもう自分との戦いをね続けていくことで、うん、身につけてってほしい、その自信を。その私の底なしの自信、恋愛した時の底なしの、もうだって私のこと好きだから付き合ってるでしょっていう、なんか本当に、いや本当幸せな脳内だねって言われるくらいな感じなんだけど、でもそんくらい私は相手を信じれる相手と恋愛にしてきたし、それも自信につながってるし、なんて言えばいいんだろうな、伝えない後悔より伝える後悔、ほんとそれ。今辛い恋愛も 2,3 年後には本当に笑い話にできてるし、私は本当に何年前かもう忘れましたけれども、この YouTube を始める前の話ですよね。突然振られたの、すごい辛かったけど、だってさ、何年もさ一緒に住んでた人にさ、ある日いきなり振られたわけですよ。超辛かったけど、でもやっぱ乗り越えられたし、今となってはその時の恋愛なんて笑い話になってるし、むしろなんかもう忘れてきてるし、でもなんかいい経験したなとは思うから、行動してダメだったことも良かったことも時間が経てばちゃんと自分の経験として成り立つというか、うん、って思うから、もしこれを見てくれて聞いてくれてる人たちがいたとしたら、自信を持って勇気を振り絞ってこう恋愛にまっすぐ向かってってほしいなと。それこそあのコリトの動画でも話しましたけれども、私は愛されるより愛したい精神で、それもね過去の経験からなんだけど、そのかつて私はもう本当にもう誰が見ても愛される恋愛をしてたんですよ。すごかったので、調子乗ってた部分もあるので、相手を大事にできなかったので、それがあったから、あもう次は絶対に自分が大好きな人と恋愛するっていうのを決めてて、でそういう気持ちの持ちようでいると見方も変わるし、人に対して私接し方も変わるしっていうのを今こう日々ね経験してて、からなんかそういうのもやっぱ自分自身が受け身だと経験できないというか、愛される方法は自分が愛すっていう風に思っちゃうというか、自信を持って、自信が持てないなら自信を持つように、自信の持てる理想の自分に少しでも近づくように努力するとかね、してなんか頑張ってほしいなって思いますね、うん、大丈夫かなこんな感じで。なんか一回これでやってみるけどさ、もしあの全部の質問に答えてくださいっていう方がいいっていうのであれば、ちょっとコメントください。どっちのやり方でいこうかすごい悩んでて、そうなんか自分自身はね時間が確保できればねパーっていくらでも話せるからいいんだけど、聞いてる側、ダマラジオって長いからさ、聞いてる側の意見をこの間初めて聞いた気がして、コメントでね、どっちなんだろうと思って、なんかでもし全部やっぱ答えてってなるならば、あの今回はしょってしまった質問に関してはまた来週答えたいと思うので、皆様ご意見をいただけたらなと思います。というわけで、なんかね私はそんな感じの脳内なんですけれども、そんな感じですまあ恋愛はした方がいいと思います。はい、どんどんいろいろ経験していいと思うっていう、私も結構まあその自分の生活での優先順位の中で恋愛って結構下に来ちゃうんだけど、それでも行動するときはしますよ。はい、そんな感じでございます。ちょっと分かりづらい部分が多いかと思いますが、以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。